はい、お疲れ様です。山です。ファイナルファンタジー7リメイク続けていきましょう。みんなポップコーン食べてますけども、行儀が悪いね。はい。で、あ、そっか。で、100万が入ったから、マダムにね。はい。で、ドレスを作ってもらいましょうと。作ってというか、用意か。ね、お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？はい。そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面じゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。はい。え？覗くなってことだよね。あー、お、これは、覗くんじゃないって言ったろ？これは何回かやればってことかな。やる？あんた、いい度胸だね。はい。ちょっとしつこいよ。覗くんじゃないって言ったの？ああ、一周したね。いいや。行きましょうか。サム。サムにじゃあ、ここの遊びをね、教えてもらいましょうか。お、よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？残るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。ま、確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもなあ、この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらな。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。はい。仕事、ああ、この街でも、何でも屋のお仕事をするってことか。はい。ああ、で、いろいろ行くわけだ。この広い街をね。はい。白熱スクワットとかあったけど。何それ。まあ、近いとこ、まあ、どっちも近いな。
じゃあこっちから行く？飽くなき夜。頑張ってこいよ。なんでもや。はい。ん？ここ？クヤさん？ああ。いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん？ああ、あんたが例の何でもやか。頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるからよろしくな。うん、酔いどれ。クラウドさん、サブさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあ、まずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。話が早いね。まあ経験値は多いだろうね。あ、酔いどれだ。支援さん、お断りか。なんとなく入りにくい雰囲気だ。え、一元さんお断りっつか、この人一元ではないんじゃないの？違うのかな。酔いどれだって。酔いの奴隷。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔い奴隷です。はい、はい、ここは日々の疲れを酒で洗い流す、はい、常連さんが多い店ですから、入るときはちょ、そんなずかずかと。大人の世界にはいろいろとしきたりがあって、待ってくださいよ。おう、大丈夫？あ、親父さんか。ダーツあるし、BGM あるね。どこだ？これ？どうもどうも。私、シンラレコーズからデビューしたものの、ヒットには恵まれず、苦節7年。今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら、新作なんです。よろしければ、どうぞ。おう、なんか某ヤクザゲームやってるみたいな感じになってきたね。おう、はい。あんたが親父だな。ああ、わしの息子はこんなアホ面だったか。あ、アホ面だと？とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父。俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション。あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。分かった。なんだかよく分かんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。おう、待ってろよ。ちょ、ミントガールブルースがうるさかったな。娘たちよ、すまんの。わしは、はい、もうおしまいだ。チョコボ豆のポップコーン。すげえ、あ、あれが白熱スクワットかな。インスピレーション、なんでしょうね。ここ？あ、はい。これか。何に使うかよくわかんねえよな、マテリアって。でかいし。ね。怪しい匂いがプンプンするぜ。魔術じみたこの感じはまさに。うん。何？プロ？ちょ、置いてかないで。
ジョニーいい仲間になりそうだけどね。強くはなさそうですけど、いてもいいと思うんですけど。さあ、この怪しい店が、おお。これが、マテリアや。なんだ、あんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろ。な、何？でもそうだな。頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うん。宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよ、あれ。宿屋、自販機。あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃ、よろしくな。何？自販機のあれ。なんか大人。この俺だ。感じる、感じるぜ。危険な夜の気配を。秘密の領域へ。いざ参らん。はい。はい。意外と普通のお使いしかやってないんで、あれっていうのもただの普通のなんかドリンクなのかなとか思ってんすけどね。ね。今んとこなんか別に思わせぶりな感じで普通だもんね。この石欲しいな。ね、上の紫のやつとか、いいよね。お兄さんにぴったりなお部屋、ご用意できてますよ。は？いやいや、止まらねえし。ああ、客じゃねえなら何の用だよ。うん。できることなら、ティファと来たかったっすね。できることなら、はい、ここ普通の宿屋だよね。どんなお好みにも対応します。客引きがちょっとね、怪しいだけで。で、ああ、そういや自販機あったな、ここに。何？ティッシュ？トイレの前だからティッシュじゃないの？あった。この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機。だがしかし、教えてあげましょう。いいですか？この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員して、こうズバババッと心の目で見破るんですよ。え？見破る？見破るマテリアを使いこなしてるといいことがあるかも。使いこなしてるよね、今。すげえ、くるくるしてる。マテリアも結構いいよね、普通に。いや、いや、インテリアとしてね。はい。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。え？あれってただのこれ？ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。え？おお、あれってなるほど。いよいよ最後のボタン。ポーション興奮剤。これは、早くしまってください。こんなとこ見られたら。大当たり、スペシャルおまけだよ。ビビ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 ビッター。とにかくあれはゲットしたんで、早いとこマテリア屋に戻りましょう。おう、なんだろうね、あれ。意外と普通に石鹸とか。クラウドさん、早く早く。飲んだり。さあさあ、お待ちかねっすよ。うん。俺たちの戦利品、ババーンと見せつけてやりましょう。うん。おお、持ってたぜ。さあさあ、クラウドさん、あれを。これを。おお、
マジか、すげえな兄さん。おお、こんなの初めて見た。このくらいどうってことない。いやー恐れ入ったぜ。見かけによらず経験豊富だったみたいだな。まあな。くぅ、さすがチャンピオン、憧れます。さてと、約束の物だが、悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。あれって何？あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋、定食屋。はい。え、何？そういう本ってこと？かな？本とか、DVD とか。どこだ？こっち？今日のメニューは、焼肉定食に刺身定食。ああ、おすすめも捨てがたいな。はい。食堂だって。おお。どの定食にすべきだ？俺ってこんな時すぐに決められないんだよな。おお、すげえ。待ってくださいよ。まだ何頼むか決めてなくて。なんか思ってたのと違う店構えでしたね。大衆食堂ってさ、もっとこうね、これラーメン屋だよね、普通に。中華料理屋か。ああ、いや、いいけど。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんた、マテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？ああ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ、兄ちゃん。原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。おう、ん？魔法マテリアを使いこなしてると適切なアドバイス。マジ？全部2なんだよね。考えられるとしたら、なんだ？え？ぼやけてる。なんでしょうね。だからどれやっても多分普通のアドバイスしかできないのかな。原因は漏電とか、あちこちボロボロだし怪しいぜ。おう、兄ちゃん、イカズチ。いや、電気にうるさい口か。にしても漏電って怖いこと言うなよ。一応点検しとくか。とりあえず配電を見直してみたんだが、調子良さそうだな。えい、お待ちだ。いただきます。苦しい。おいしそうに食べてたから感想を聞きたかったのに。でもあんたのおかげで助かったよ。これお詫びと薬や商品クーポン。彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。道を開けてくれ。ダメ。はい、食いすぎた。あ、この左のやつも食ったってこと？ここだけじゃなくて。え、何？何でしょうね。え？取り返せたわけではないよね。あ、で薬屋？おい、店の前
前で倒れないでくれよ。営業妨害だ。おう、財布落としまった。あんたこいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。ったく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。気持ち悪い。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。わあ、またか。マテリアを試されますね。治療は2か。はい、助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。2人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。なかなか3人はできないよね、レベル。気持ち悪い。このゲーム意外とまだ戦闘自体は多くないからね。そのダンジョンとかでちょいちょいあるけどね、それも多いわけではないから、なかなか上がんないんだよね、マテリア。どこだ？その辺で倒れてるって言ってなかった？ジムの裏手の路地にもよく酔っ払いが倒れてたりするよ。おう。調子が悪い奴が行きそうな場所っていや、まずはトイレだろうな。その辺の店を覗いてみてくれ。トイレ。ジムの裏手の路地にもよく酔っ払いが倒れてたりするよ。トイレとジムか。ジムは、あ、トイレ。トイレじゃない？違う？上に行っちゃうな。トイレではないか。トイレじゃないの？違うか。はい。で、ジムっていうのは、すぐそこにあるんですよね。ここじゃないわ。こっちか。ジムの裏手。え？別のやつが始まっちゃうな。はい。多分こいつだよね。なんかいたよね、確か。苦しんでる人。はい。まあ、路地をね、来たとこっすね。ジムの裏手っちゃ裏手か。あの強烈な生臭さ、まだ体に染みついてるみたいだ。薬を持ってきた。見せてみろ。まとわりつくような定食の匂いがようやく消え去った。助かったよ。よかったらこれお礼に。あー、空気がうまい。定食。さっきの大衆食堂やばいな、もしかして。あんたもあの定食屋に行くときは十分気をつけろよ。そんな苦しむぐらいのなんか匂いか。やばいね、生臭さだから。もしかしたら本当にね、冷蔵庫腐ってんのかなみたいな。ね、電気系統がやられてて、冷蔵庫がちょいちょい止まったりしてて、腐ってるみたいな。あるかもね。トイレってどこだ？なんかいる。ん？あー。何してんの？これは、また隙間ですね、路地。ここですね。何してんの？おい兄ちゃん、ここで粗相したら分かってんだろうな。のとれ人でも助けてやんねえぞ。胃が、胃が、つま、死ぬ。俺の手には負えない。あ、これ違うんだ。俺の手には負えない。だから、治療マテリアがレベル3とかだったら、ああいう人が任されてたのかもね。もういけないわ。例の件の、こんな裏路地まで来るとは、好奇、度胸に免じて見逃してやろう。え？
いけないわ。なこれ。じゃあ別の路地探してみようか。お前か。お前だろ。違うか。え？お前か。あの定食屋の飯、毒でも入ってたのか。薬を持ってきた。見せてみろ。ありがとう。助かったよ。これ大したもんじゃないけど、よかったら。安心したら今度はと。悪いけど出てくれるか。はい、戻るか。この人緊急事態なんだ。もう限界みたいですね。で、その亀、いやメカみたいな恐ろしい絵をクラウドさんの剣がズガガガガッと。家？あの兄ちゃん、家と戦ったのか。あ、お勤めご苦労様です。もういいのか。うるさいくらいにな。外の奴らはどうだった。できるだけのことはした。ありがとな、助かったよ。じゃあ約束通り報酬な。ちょうど今いいものを持ってるんだ。いいもの？ま、もともとは服屋の親父のもんだけどな。定食屋から話は聞いたぜ。あんたたちこれを探してたんだろ。探してた？服屋の親父？なんだっけ。ああ、インスピレーション。当たり。ここいらの店主仲間は昔からの腐れ縁でな、毎晩集まっては景品をかけて勝負してんのよ。で、巡り巡ってこいつが俺んとこに来て、はい、今はあんたのもの、超レアもの、限られた人間しか手にできないあの VIP 会員証だ。ま、持ってても何の役にも立たないんだけど。これってまさか。クラウドさん、早く見つめ、いや、とにかく酔いどれに戻りましょう。服屋の親父によろしくな。クラウドさん、早く早く。さっきは助かったよ。今度は何が必要なんだ。あ、普通に店だね。まあ買うもんないんですけど。はい。あそこのミツバチ屋さんの会員証か、ビップしかも。もう早く助けて。おいしさが加速する。チョコボ豆だよ。ちゃんと持ってますよね。うん。まあ今から返すんだよ。ああ、もう抑えられない。返すんだよ。おやじ、待たせたな。こんな息子おったかな。例のものを取り返してきたぜ。おお、これはまさしくわしのインスピレーション。親父、それってあの、そうよ、来る日も来る日もあの娘たちにドレスをプレゼントしてようやく手に入れたミツバチの館のビップ会員証じゃ。やっぱり。そうと決まったらこうしちゃいられん。すぐにでも娘たちに会いに行くぞ。店に戻ってプレゼントを選ばねば。俺もお供するぜ親父。はあ、はい。この服は、いやいや、こっちの方がいいぞ。すげえ。このドレスも親父が。ふん、娘たちがメロメロになるのも当然じゃろ。よし、今夜はわしがいろいろと教えてやる。会員証を取り返してくれた礼だ。ふおほほ、勉強させてもらいます。先輩。師匠とかじゃなくて。連れ戻してくれてありがとな。いろいろと面倒だったろ。これ報酬な。
クラウドさんも一緒に。ウォールマーケットのお勉強はここからが本番ですよ。仕事は終わりだ。あとは好きにしてくれ。わかります、その気持ち。未知の世界ってのは誰でも怖いもんです。は？一緒に行けないのは残念ですが、ここはウォールマーケットの先輩である俺がクラウドさんのため体を張って一足お先にインスピレーションを体験してきます。この俺にドーンと任せちゃってください。待ってろミツバチの館。待ってろ娘たち。ろくでもない大人が多くて困っちまうよな。ほんとそうだな。おうまあいい反面教師なのかな。はい、まあ、意外と服とかこれ売ってるだけかな、作ったりもしてんのかな。そこら辺の技術はあるのかもしれないけどね。フォリア先生じゃないの？違う？うん、お前も一緒に選ぶか。このサワッとしたやつなんかどうじゃろ。こっちのツヤツヤなのも良さそうだぜ。はい、素敵なことですよね。この服は。いやいや、こっちの方がいいぞ。すげえ、このドレスも親父が。はい、娘たちがメロメロになるのも当然じゃろ。はい、ということで、じゃあ今回はこれで以上です。次回、じゃあ、スクワットしましょうか。一応いろいろ巡ってはいたんですけどね。はい、なんか、意味があったのかよくわかんないですけど、最終的にはエーテルターボをゲットしたんですよね。エーテルターボだからまあ、いいっちゃいいんだけど、まあ全回復か。まあいいね。はい、じゃあ今回はこれで以上です。ありがとうございました。くれたレーダー、ふおほほー、勉強させてもらいます。先輩。